質問コーナーですよ。質問コーナー。わからん。アザーサムシーフロムダラダラ TV。 Hi guys, my name is Union Boy。 まあ質問コーナー、じゃあ最初の質問言ってもらおうか。ダラシアユニオンボーイにね、質問言ってくぞ。何回振られましたかって聞いてるわ。何回振られたか。3回振られました。一番初めに振られたのは、付き合ってすぐに友達のことが好きだからって言って、はい。2人目はちょっと友達んち遊びに行くんだけど送っててくれないって言われたから、こう送ってったら、あのそいつが浮気相手のとこだったっていうね。まあ出くわして、結局最終的に言われた言葉が、優しすぎんだよって言われて、おしまいです、はい。おしまったんです。おしまった。3回目は、結局私が悪いんでしょって言われたって。次。人生での辛い過去のストーリーはって。まあ、ライブ配信の時も言ったけど、まあ、相方のね、この、エチョさんと、意味のない喧嘩になったっていうね、回がありましたね。その回残ってたら、ここにリンク貼り付けときます。次。あなたは面白いんですが、なんで再生回数が伸びないんですかって聞いてるけど。なあ、渋かったな。あなたは面白いのにと。ああ、ありがとうございます。なんで再生回数が伸びないか。知らねえよ。教えて。アルパカさんが3つもくれてるよ。すごいですね。アルパカさん3つですね。え、はい。ゲームは他に何をやるんですか。何でもやる。プレステ3、パソコンと PSP、3DS。まあ、モンハンがね、今年モンハンイヤーですから。ね、皆さん知ってますか？モンハンイヤーですよ。モンハンはお前それ入ってくんな途中で。モンハンイヤーですよね。はい。で次、得意なスポーツは何ですか？得意スポーツ、全般的にちょろちょろってやるんですよね。言っちゃうんだけど、一番好きなのは、なんだろう、競歩。そして得意料理は何ですか？最近厳密にこれ本当のこと言うとフレンチだね。ラタトゥーユとか、フレンチ家庭料理ですね。それぐらいですね。はい。ということでした。また質問待ってます。LINE と Facebook で、あとコメントで、どんどん待ってますんで、また質問コーナー月1で会いましょう。ムーブー。何のゲーム？いや、もう何でもやりますよ。もう、何でも、やっちゃうやっちゃううんちょっと、やだな、今。瀬戸康史っぽかった。See you next time! Thumbs up! コメントよろしくお願いします。Please subscribe! PC の方はこちら、スマホの方は下にあります。チャンネル登録、コメント、Thumbs up! よろしくお願いします。